いやー、皆さんいかがでしたか。もうチャレンジ、そして罰ゲーム、逆に罰ゲームというより至れり尽くせりでしたよね、皆さん。本当にすごい、ありがとうございます。もう一度拍手をお願いいたします。ちょっと昨天发的吧。この歌は昨日リリースされたんですよね。前天。一昨日ですか。啊，前天发的这首歌。一昨日リリースされました。这首歌也是跟 Love 在这个创作的过程中间，是希望给到粉丝朋友们一些正这个 positive energy， 这个正能量。はい、この曲はですね、ラブとコラボした曲なんですけど、ファンの皆さんにポジティブなエネルギーを送りたいなと思っている、そのような曲です。对，希望你们能开心。皆さんこの曲を聴いて楽しんで、楽しい気持ちになってくれたら嬉しいです。对，当你们跟朋友聚会的时候。はい、友人とたくさん集まったりするときにね。你们在开车的时候。例えば、あるいはドライブするとき、運転するとき。你们想开心跳舞的时候。そして楽しく踊りたいとき。又不知道跳什么好的时候，那何を踊ったらいいか分かんない時，用这首歌带你们一起开心快乐跳舞。はい、この歌が皆さんに寄り添って、そしてこの楽しい時間、そして楽しいダンスに寄り添っていきますよ。はい、そうそうそう。ありがとうございます。さあ、そしてあっという間ですが、皆さんもう最後になってしまいました。いやー、あっという間ですね。そしてレイさん、今日いかがでしたか？改めて。啊，今天非常开心。今日はとっても楽しかったです。啊，今天太久没有过来看各位了。本当に長い間皆さんに会うことができなかったので。嗯，然后还能够来到这儿，然后我们一起聚在一起，我觉得很感动。はい、またここに来て、そして皆さんと集まることができて、とても感動しています。我以为大家应该把我唱歌也忘了。皆さん私のこと忘れてしまったんじゃないかと思っていました。希望今年开始，以后每年都可以有带着专辑、带着舞台去跟日本的皆さん见面。はい、今年からまた新たなスタートとして、毎年日本に来て、そしてアルバムを持って、そしてパフォーマンスを皆さんに見せに来ることができたらいいなというふうに思っています。さらっとなんかビッグなお知らせというか、いいお知らせ来ましたね。本当に私たちはいつまでも待っていますので、たくさん来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。さあ皆さん、さて本日最後のイベントが待っていますよ。さあそれでは今から皆さん、おカバンの中からカメラを取り出してください。今から個人のフォトタイム始めていきたいと思います。さあそれではレイさん、どうしましょう。せっかく会場広いので、左真ん中、右、それぞれ3箇所で皆さんが今レイさんのことを撮りますので、レイさんの一部がいい。結束を自分ポーズを練習して、はい、私を撮るんです。私を撮るんです。すいません、これもポーズ練習ですよ。さあそれではお願いいたします。フォトタイムスタートです。1、2、3、4、5。それでは左側も行きましょうか。これはレインディングメルチョグロかもしれない。レイさんメルチョグロかしっかよ。
1、2、3、4、5。はい、ここまでとさせていただきます。レイさん、ありがとうございます。はい、みんなでね、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ありがとうございます。さあ、それでは個人の撮影タイムはここまでとさせていただきますので、カメラはここでおしまいください。それでは続いて団体写真に行きたいと思いますので、先ほどレイさんこちら側を向いていただいたので、皆さんと一緒に撮っていきたいと思います。さあ、それではカメラマンさん入りますので、お、皆さんスローガン持ってらっしゃる。わあ、すごい。おお、谢谢。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵。さあ、それではちょっとしばらく撮り続けますのでお願いいたします。スタートです。大丈夫そう。はい、さあ、それではなんとですね、この後ピカチュウ一緒に撮っていきます。이거제가한번찍을까요写真撮っていいですか。写真撮って、ピカチュウ잠깐만요。あ、ちょっとちょっとちょっと待ってください。大丈夫かな。ピカチュウちょっと待っててね。ごめんね。じゃあ、하나、이거이거이거자これでこれで자이거로これで3、2、1。OK、 撮れました。ピカチュウ、はい、さあ、それではピカチュウ、さあ、ピカチュウとコナックやってきました。皆さんと団体写真を撮っていきます。あ、はい、这是日本のピカチュウ。これは日本のピカチュウですね。日本のクラヤ。そして日本のコナックです。我在中国就中国见过一次。実は中国でも会ったことがあるんです。中国那个可爱是你的朋友吗？中国のコダックはあなたの友人ですか？中国ピカチュウ是你的朋友吗？中国のピカチュウはあなたの友人ですか？我碰到皮卡丘的手了。私は今ピカチュウの手を触りましたよ。我们怎么搞呢？はい、ではどのようにしますか？どのように撮影しますか？同じようにこちら向いていただいて、一応欲しく。レベル。我又碰到他们了。またこのポケモン2人を触りましたよ。さあ、それでは撮っていきます。あ、終わった。楽しそう。はい、終わったようです。撮影が終わったようです。楽しみに来てるぜよ。ちょっと待ってくよ。もう少し撮りますのでお待ちください。ちょっと待ってくよ。お、早くもう少し撮影するんですね。どちらを見たらいいんですか。はい、ありがとうございます。大丈夫。はい、ありがとうございます。谢谢你们。皆さん、ありがとうございます。
京开个粉丝会。我有一个小小的心愿，就是说在一些南唱祈愿给我们听我们喜欢的。那二月见，拜拜。日本に来てくれてありがとうございます。こんにちは、姉ちゃん。日本に来てくれてありがとうございます。姉ちゃんのグルーヴポップ、新曲を聴くたびにすごく感銘を受けています。いつか日本語の曲も歌ってほしいな。では、今日はファンミーティング楽しんで。こんにちは、姉さん。你的梦想就是我的梦想。我每天祈愿实现你的梦想。不管你选择什么，我都会永远支持你。Hi, thank you for coming to Japan. 例に出会えたことと、例の音楽に出会えたことが、私の人生最大の幸せで喜びです。本当にありがとうね。愛に、ペイペイに、我们一起走。Love you.感谢你来到日本，我真的很高兴。位于我学了三年中文，但还是不太好。不过我有话要对你说，我永远陪你闯，我不会下床。你听得懂吗？とても誇らしいチームであり、エクソレイとしても너무열심히노력하고있어요。エクソのレイとしても一生懸命努力をしています。이팀때문에너무자랑스럽고。で、そのおかげで私も自身もとても誇りに思っています。이팀때문에많이사랑이얻었고。で、このチームのおかげでたくさんの愛をもらうことができました。그래서나도이팀한테실망시키고싶지않아요。ですからこのチームに私は失望させたくないという思いがあります。능력사이고실력사이고능력사이고실력사이고ですね、能力の差、実力差があるかもしれませんが、이이름이계속사람들알고주고싶어요。
この名前がですね、もう引き続き皆さんに知られていただきたいと思っています。誰にも負けない、そして誰にも。ということで一生懸命頑張っています。本当にファンの皆さんはいつでも、いつでもレイさんの味方ですし、皆さん待ってますよね。ということで、この後最後の曲控えてるとお伺いしてるんですけれども、この後特別な歌を用意しているというふうにお伺いしてます。ね、そうです、はい、何かあらかじめ聞ける情報とかあるんですか？楽しめてよ。聞いていただければわかります。最後まで男らしさを持ってきました。ということで早速最後の曲お楽しみいただきたいと思います。さあ、それではこの後のお時間はレイさんとファンの皆さんだけのお時間をお過ごしいただきたいので、私はこちらで挨拶をさせていただきたいと思いますが、レイさんとっておきの準備がございますので、この後レイさんは一度準備に行っていただく、そして私はこちらでご挨拶とさせていただきたいと思います。今日本当に楽しかったです。皆さんありがとうございます。嬉しいです。レイさんありがとうございました。そしてレイさんは準備です。大丈夫？どれだけ皆さんと一緒にいてるんですか。いや今マネージャーさんたち絶対準備ということなので、皆さん本当に一日ありがとうございました。楽しい時間でした。ありがとうございました。皆さんです。かわいい。皆さん、かわいい。